日ごとの糧、2024年8月9日、死に捕らえられた人を救い出さず、殺されそうになっている人を助けず、できなかったのだ、などと言っても、心を調べる方は見抜いておられる。魂を見守る方はご存知だ。人の行いに応じて報いを返される。箴言24章11節12節。一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。コリントの信徒への手紙第1、12章26節。共感、共苦という言葉があります。神を愛する、神に愛されている存在は、そのことを深く味わえば味わうほど、他者との関係における共感、共感する、ね。あるいは、共苦、共に苦しむという思いが強くなるように思います。しかし、見て見ぬふりして、見て見ないふりするというのは良くないことだと思っていても、分かっていても、なかなかハードルが高くて乗り越えることはできないですよね。勇気も必要ですし、果たしてこれは出過ぎたことじゃないのかなと思ったり、思い煩いも、邪魔することがあって、できることでも引っ込み思案の中にこう閉じこもってしまうという傾向があるように思います。しかし、同じ人間として、やっぱり痛みは痛みであり、悲しみは悲しみだということを自覚するという心は必要だと思いますね。ですから、声をかける勇気、支援に参加する勇気、状況のために祈る時間の確保など、私たちの日常において常に意識しながら必要に応えることができたらいいなと思うんですよね。我が身を振り返ってみれば、いや、できるのにやってこなかったなとか、あれは本当はできたのになという後悔が結構あるように思うんです。残念なことだと思います。なんとかそういう後悔を減らしていければいいなと思うんですよね。それは単に助けるというだけではなくて、話を聞くということについても、話を聞いてもらうということについても、つまりお互いに助けたり助けられたりという共同作業なんだと思うんですよね。そういうことが日常でもっともっと、こう、なんて言うんでしょうね、こう、嫌味なくと言いますか、報いを求めるということではなく、お金の心配をせずに、そういうことができるといいなと思うんですけどね。今日も暑そうです。良い一日になりますように、どうぞ健康に気をつけてお過ごしください。それではまた。
so